今日もショートライブ配信をしたいと思います。今日のシュシュリエさんはちょっとなんか暑そうな格好をしておりますが、やっとパーが切れた。ちょっとカメラ向き変えます。暑ないの？店の中は別にエアコン調節したいだけで、今日まだマシやもんな、気温もな、はあ、長袖で合わせてないから、はあ、はあ、ちょっとカニめっちゃ刺されてるわ。うん、3箇所ぐらい刺されてる。はい。で、その着てるやつは、中に着てるやつはこれです。はい、これ4,290円の 30% オフ。まだなんかこれ着て上に羽織るとかでも、まあ丈長いしな、裾出してみたいな、全然使えるから。まだちょっとお店に出してます。もうこの色で終わり、はい、4,290円の、はい、でこれは去年うちで預かっても完売ないです。はい、で今年は今あるのがこれ、はい、このエコハー、ちょっと毛足が長くなります。最初から取っとけって話。うん。なんか軽そうやったね。軽。着てないの。着てるやん。ポケットないか。あ、ポケットないんか。でも可愛いね。可愛いな。うん。止めるところもない。うん。もう普通にシンプルに羽織るだけって感じだね。これ可愛い、欲しい。色も。もう今これだけです。この一個だけ。元々これだけだったかな。一点だけ。はい、エコファーで。お色がベージュでフリーサイズ、うん、ポリエステル100で12,100円です。はい、こんな感じ。まあもちろんこれからは袖のあるものとかニットとかシャツとか結構使えるよな。さ、うん、何あのブルゾンの上とか、あ、ジージャンの上。こんにちは。あ、これからちょっとジージャンとか着る季節になってくるんで、あ、いいね、それに合うな。こうやって着てる。ファーのベストってだいぶ使えるような気がする。なんかあの、なんならコートの上から着てもいけるもんな、冬場。まあコートによるけど、うん、うん、コーディガンみたいなさ、コートとカーディガンの間のコーディガン、うんうん、前さ、なんかダウンベストの上に着てなかったっけ。着てないか。誰うん、ダウンベスト上ちゃうかね、中からなんかダウンベストみたいなの出してる時なかったっけ。ないな。ないか。あ、逆や、逆か。あ、ダウンの中に来てベスト羽織ってここを出してるみたいなのはあった。あ、でもそれちょっと出にくいな、うん、首元があんま、なんかこのちょっと引っ付いてる。うん、いや、あのファーベーストってすごい使えるね。うん、聞いた、うん、いや、例えばもう言うて言ってや、まあまあ今言って言ってるけど例えばえ、ああ、中にそのじいちゃん、うん、ジ
かすぎるそれちょっとちゃうな。で G ジャンもそれコンパクトめやからゆったりしてるやつやったらいいかもしれない。あ、それはそのミリタリーのジャケット、バンダナの、背中バンダナの、そのそれを上から羽織るっていうのは、いや今から用意します。そろそろこれも羽織れる季節になってきたな。嬉しいわ、これ羽織るの。これすごい気に入ってんねんな。もう白も欲しいわ。まあ、今日みたいな、あ、こんにちは、今日みたいな季節、なんかこれの上に羽織ると後ろがもったいないから、うん、あ、うん、あ、だからファ、この上にファーは着ない方がいいと思う、うん、こうやっても着てたか、私ファ、あのフード出してた、出してた、着てたかな。ちょっとちゃう、ちょっとちゃうな、やっぱフードを出てる方がいいのかな。そうやな、こういう中に着る場合は、うん、まあでも中に着ても外に来てもって感じで、やっとこさ 10% オフになりました。お値段はご来店、はい、ご来店してご確認くださいって、はい、それ何の値段がします。あ、ほぼ一点物のやつやもん、メーカーめっちゃええよな、メーカー自体も、うん、あ、そっか、アンダークロも私着たらええんか、選択して。ああ、え、金のなんかおっさん臭いから嫌やとか言うんじゃん、どうせおっさん臭いってこと、臭いから、うん、そうそうそう。だから洗濯して、柔軟剤めっちゃ入れて。一応男女兼用のジャケットで、サイズ一緒やもんな。でも男でも女でもいけます。これめっちゃいいよな、このジャケット。使えるよな、この時期。まあ2万弱やったと思います。まあ、バンダナもポケットもあのそれぞれ違う生地を使ってるんで、ほぼ一点物です。ファーに戻りました、はい、皆さん、まあ、うちのこのエコファーじゃなくてもどこかなんか気になるエコファー見つけてお買い上げされてはどうでしょうか。なんで他の店の、いや別にこれは私は聞いへん、フードついてるの欲しいなと思って、うち今これしかないから、まあまあな、これを気に入っていただいたらそれはいいけど、参考程度に今日はエコファーベストの着回しのお話でした。あの、もう直さんでいいやん、後で喋ってんねんからええやん、うん、普段の位置、うん、ファーベストはほんまに使えるな。まあこれからの季節ねな、うん、2月ぐらいまで、3月入ったらなんかちょっと春っぽくなるからな、ファーモンはどうかなって感じになってくるから。まあ今は上にT シャツの上とかにで、もうちょい涼しいなったらシャツとかの長袖上にで、もうちょい涼しいなったらニットの上にで、そのあたりでジャケットの上とか、さっきみたいな。でもほんまになんか真冬ぐらいまでジャケット羽織ってこれ羽織っとけば、まあまあ暖かいやな、うん、間違いない。で真冬は今度中にコートの中にとかね、うん、これほんまに使えるです。はい、でいいですか、私の今着けてるイヤリング、ジャックルーズがイヤカフに特化する前の商品なんだけど、うんうんうん、ちょっとこれはもう完売ですけど、いや、それで用意してた、うん、こっち3600プラス税の 20% オフ、3400プラス税の 20% オフ、今両方これイヤリングなんですけど、ピアスの付け替えその場ですぐできますので、うん、はい、はい、これいい、私これ持ってる、同じ色、うん、もうちょっと背景がガチャガチャして、あ、そして合わしといて、はい、過去作品、うん、
最新ではないですけど、うん、使える方ですね。わかるかな、ちょっとわかりにくい、暗いな。ああこんな感じです。はい、OK。 同じタイミングで入って言うわということで、今日はこのエコハーベストと、エコハーベストの紹介と、それのエコハーベストの着回しのお話と、ジャック・ルーズの今日ちょっとちゃんとショップ店員みたいな紹介の仕方できたんちゃう？あ、そうでもない、うん、全然わからない。はい、ジャック・ルーズのこれイヤリングって両方、うん、付け替えかな、イヤリングね、両方イヤリング今、うん、イヤリングで、イヤリングしか残ってないけど、はい、ピアスに付け替えはできます。はい、その場ですぐ、はい、ただ店主はできないので、私が言ってるだけでご覧ください。そうですね、はい、お願いします。では今日はこれにて、また明日ライブ配信、お昼から夕方の間にできたらしたいと思います。それではおしまい、失礼します。